皆さんこんにちは、横浜阿久津です。今回はですね、トミカの開封動画を、久しぶりにやりたいと思います。今回は、いつもの撮影場所を変えました。いつもはここでやってたんですが、ちょっと汚いため、こちらに移動しました。トミカの開封動画は主にこちらでやっていきます。では、友達のリーフさんと一緒に、春休みの記念として、旅行というか、題名でそこ行っちゃったんですが、旅をしました。そして、渋谷まで行って渋谷向けによって、その買ったものを紹介します。あと現在はまだ YouTube に投稿してないんですが、その日、春休みの時に行った次の日、その日に、友達が買った、日産、トミカリミテッドの日産スカイラインの覆面パトロールカーが、ちょっと不良品、タイヤがちょっとされてたんで不良品なので、取れてたというかグルグルだったんで、不良品だったということで、次の日にまた渋谷に行ってきました。で、その日も買っちゃったんですが、その時かで、今回は春休みで、旅行、春休み記念旅行動画での、投稿の時に買ったトミカを紹介します。袋がですね、こちらになりますが、1個買ったものが、最強線で作られる、高かったんですが、それとこちらの、日産 GTR になりますね。トミカイベントモデル、また買っちゃいました。友達と一緒に買いました。日産 GTR です。こちらが840円、ちょっと高かったですね。ニスモっぽい感じになってました。一回見ました。こんな感じです。840円でした。なんかトミカリミテッドみたいで非常にかっこいいですね。外観はこんな感じです。こんな感じになっていまして、なんかこれのかっこいいと思ったところはですね、この前は普通なんですが、この横のニスモっぽい帯が入ったこの部分が非常にかっこいいなと思います。後ろも結構リアルですね。はい、アクションはサスペンションと、ドア、これ辺ですね。はい、今回は、トミカイベントモデルの、GTR 紹介でした。開封でした。終わります。